どうも、高井です。期待値上昇、運を引き寄せるブラックジャック攻略法。ブラックジャックというカードゲームにおいて、カードカウンティングという戦術を使えば、今多くベッドを張れば、勝って得しますよ。今ちっちゃくベッドしないと、負けて損しますよ。っていうタイミングを知ることができます。このタイミングを知るっていう方法は、実は、ブラックジャックだけでなくて、本質的には株の世界で役に立ちます。その方法を、内容をこちらにまとめました。今から読み上げていきます。よかったらグッドボタンお願いしますね。カードカウンティングのココン。ディーラーをやっつけるによって、最終的にはその秘伝が広まってしまうことを見せていたソープ教授は、あらかじめこう書いていた。時間が経ち、私たちの提案する戦術が一般的な仕様となれば、カジノはゲームのルールを変更する、もしくは廃止する可能性がある。確かにブラックジャックはソープ教授の発表以降、明らかに変化を見せた。1960年代、カジノはシングルデッキを使用し、最後の1枚のカードまで配っていた。デッキが全てなくなると、ラウンド中でもディーラーは再びシャッフルをし、そのままゲームを続けた。バーンカードもプレイヤー全員に公開していた。今となっては、どのカジノも1960年代のルール設定でゲームを提供する勇気はないだろう。今日、一般的にデッキの4分の1ほど全く配れることがない。ディーラーが全てのカードを使い果たすなど、もってのほかである。あるカジノでは、ディーラーが一度こうしたミスをしてしまうと、即解雇の理由となるのだ。基本戦略。基本戦略の特徴の一つ、使うと平凡なプレイヤーより不思議に月が回ってくる。基本戦略は全てのカウンティングシステムの基盤である。特に KO システムにおいて、基本戦略の完全な知識は不可欠である。KO システムはアンバランスという性質上、このシステムのアドバンテージの多くは、プレイ戦略ではなく、正しいベッド戦略によって得られる。言い換えれば、KO システムでは全プレイの少なくとも 90% が基本戦略に従ったプレイとなるのだ。基本戦略とは、カードカウンティングを行わない前提で、プレイヤーの成績を最大限高めるプレイ戦略の定石のことだ。ベストな条件下でプレイヤーが基本戦略の使用によって到達できる期待値はほぼ 0% であり、これはブラックジャックをほぼトントンのゲームにすることを意味している。基本戦略はプレイヤーが必ず従うべきルールによって構成されている。数学的な根拠に基づき、使用されているカードがシャッフルされ、ランダムな状態であることを前提にしている。プレイヤーのハンドとアップカードの情報だけでプレイする場合の最善の手法なのである。ハウスのアドバンテージ VS プレイヤーのアドバンテージ。カジノもブラックジャックで儲ける仕組みを知ることは非常に重要である。ハウスはプレイヤーに対して持つアドバンテージはたった一つである。1. プレイヤー先にアクションを起こさなければならず、もしプレイヤーとディーラーが双方ともにバーストした場合はディーラーの勝ちとなる。これはあまり影響がないように感じるかもしれないが、プレイヤーの平均的なバースト率は 15% でも上るのだ。この不利な条件に立ち向かうために、プレイヤーにはいくつかの潜在的なアドバンテージがある。1. ブラックジャックに対して掛け金の 1.5 倍の支払いを受ける。2. プレイヤーは任意でプレイヤーの意思決定ができる。3. プレイヤーはスプリットができる。4. プレイヤーはダブルダウンができる。5. プレイヤーはインシュランスを選択できる。6. カジノによってハンドをサレンダーすることができる。基本戦略はプレイヤーが持つこれらの潜在的アドバンテージを最大限に引き出すことを目的としているのである。ディーラーのプレイ。セキュリティ管理の問題上、カジノは全てのディーラーに稀に準じたプレイを要求している。経営者はプレイに関してディーラーに選択の余地を与えることを嫌うのだ。これは人為的な判断ミスをなくし、悪質なディーラーとプレイヤーによる結託を未然に防ぐためである。アメリカの多くのカジノでは、ディーラーはカードの合計が17以上になるまでカードを引き続ける。カードの合計が一度17以上に達すれば、プレイヤーのカードの合計にかかわらず、必ずスタンドしなければならないということだ。また、ディーラーの反応がソフト17であれば、ディーラーはカードを引き続けなければならないというルールを設定しているカジノもある。21にするゲーム。ゲームの目的はカードの合計を21にすることではなく、勝負に勝つことである。勝つためにはディーラーのハンドに勝たなければならない。ディーラーのアップカードが弱い場合は特にそうだが、21にほど遠いハンドでも、スタンドする局面は多々ある。このような時、プレイヤーはディーラーのバーストを期待しながらスタンドすることによって、結果的にハンドの合計値に関わらず勝利することになるのである。基本戦略の法則。どんな場合もインシュランスは選択しない。スプリットについて。エースのペアと8のペアはどんな場合も必ずスプリットする。5のペアと4のペアはどんな場合もスプリットはしない。9のペアはディーラーのアップカードが9以下の時スプリットする。7のペアはディーラーのアップカードが7以下の時スプリットする。6のペアはディーラーのアップカードが6以下の時スプリットする。2のペアと3のペアはディーラーのアップカードが4から7の時スプリットする。ダブルダウンについて。
ソフト17と18はディーラーナップカードが3から6の時にダブルダウンする。ソフト15と16はディーラーナップカードが4から6の時にダブルダウンする。ソフト13と14はディーラーナップカードが5から6の時にダブルダウンする。10や11はディーラーナップカードが自分のハンドの10や11より小さい時にダブルダウンする。9はディーラーナップカードが3から6の時にダブルダウンする。8以下の合計値の場合はダブルダウンすることができない。ハードハンドについて、ハード17以上は必ずスタンドする。ハード12から16はディーラーナップカードが7以上の時ヒットする。7以上はスタンドする。ハード11以下の時は必ずヒットする。ソフトハンドについて、ソフト19以上は必ずスタンドする。ソフト18はディーラーナップカードが9以上の時ヒットし、それ以外はスタンドする。ソフト17は必ずヒットする。賢い基本戦略の活用。多くの人にとってハード16がヒットするというのはとりわけ難しいことだろう。プレイヤーがバーストする可能性が非常に高いので、特にアップカードが7の場合にはヒットを躊躇してしまいがちだ。そして彼らは都合よく理論づける。ディーラーの7はそこまで強くない。それならバーストのリスクを犯す必要はあるのかと。しかしその本心は長くゲームを続けたいという欲求でしかないのである。ディーラー7に対して16をスタンドすることによって、プレイヤーは1度ベットあたり48セントずつ負ける計算になる。一方でヒットする場合にはそれが42セントの負けとなる。この6セントの違いはそこまで重要に感じないかもしれないが、チリも積もればである。磁力対ディーラー7のヒットスタンドの比較を金額を無視し、勝ち負け引き分けの確率だけで分析すると、スタンドしたプレイヤーが勝つのはディーラーがバーストした場合のみで約 26% だとわかる。ヒットした場合は確率は 27% まで上がり、さらにおよそ 4% の確率で引き分けになるのである。適切な基本戦略を活用することで弱いハンドの損失を最小限に抑えることができるのである。インシュランスの本質。基本戦略によると、どんな場合にもインシュランスを選択してはいけない。これは迷うことさえ許されないことである。インシュランスはディーラーがブラックジャックを持っているかどうかだけにかけるベッドである。もしディーラーがブラックジャックを持っていたら、インシュランスのベッドは課金2倍で支払われるが、メインハンドは負けとなる。そしてディーラーがブラックジャックでなかった場合には、インシュランスのベッドは負け、メインハンドはいつも通りの支払いを受けることになる。基本戦略の強み。一般にプレイされるほぼ全てのブラックジャックにおいて、基本戦略を活用した時の期待値はマイナス 0.7% からプラス 0.1% の間である。さらにその大半はマイナス 0.6% から 0.0% の期待値である。次に示す表は、ルールの変化による基本戦略への影響を計算したものである。この表は汎用基本戦略を前提としたもので、参考程度と考えてほしい。表にあるベンチマークはしばしばラスベガスストリップゲームと言われるルール形態を採用したものだ。カードがシャッフルされたばかりで、まだ一番打ててない状態を前提とした期待値は、実質的に 0.2% であり、ほぼ対等なゲームだと言える。カードカウンティング入門。チャンスは準備された頃に味方する。基本戦略を活用することで、ハウスのアドバンテージを 0% から 0.5% まで下げることが可能である。ここでさらにカードカウンティングを行うことによって、ハウスに対するアドバンテージを確保するまでに達するのである。10はカードの上にカードを作る。すでにプレイされたカードをカウントすることによって、将来のハンドについての情報を得られる。しかしこの情報を活用するためには、どのカードがプレイヤーにとって有益か、そしてどのカードがそうでないかを知る必要がある。これを知っておけば、プレイ済みのカードをカウントすることで、残りデッキの状態が有利なタイミングを見極めることができる。デッキの状態がまずい時には小さくかけ、美味しい時には大きくかける。どのカードが有利で、どのカードが不利かを決定するためには、ブラックジャックのルールと、さらに基本戦略とディーラーが必ず従うハウスのルールのプレイ戦略の違いについて考える必要がある。そこからなぜハイカードが多いデッキとローカードが多いデッキを見極めることが重要なのかを知ることができる。1、ナチュラルに対する支払いシステムがプレイヤーに有利である。残りデッキにエースや銃が平均以上に含まれている場合、ナチュラルが配られる可能性がより高くなる。この要素はプレイヤーに有利に働く。ディーラーもプレイヤーと同じ分だけブラックジャックとなる可能性が高くなるが、プレイヤーのブラックジャックには割り増しされた金額が支払われる。ここで最低でも一つのナチュラルが毎回プレイヤーかディーラーのどちらかに支払われると仮定しよう。ここでは毎回20ドルずつかけるとする。まずプレイヤーとディーラーの両者はブラックジャックの時は、プッシュとなって別途金額に変化はない。ディーラーだけはブラックジャックを引いた場合にはプレイヤーは20ドルを失う。しかしプレイヤーがナチュラルを手に入れてディーラーがそれ以外のハンドだった場合、その支払いは別途金額の 1.5 倍となるので、30ドルのプラスとなる。2. ディーラーハンドの合計が17から21に達するまでヒットしなければならない。すべてのカジノのディーラーは決められたルールに従ってプレイする。16以下のハンドはすべてヒットし、当然22以上のハンドはバーストとなる。熟練プレイヤーは残りデッキにハイカードが豊富に残っていれば、ディーラーがハイカードを引いてバーストするようにスティックハンドをスタンドすることがある。3. ダブルダウンの時、プレイヤーは一般的にハイカードを必要とする。
普通、ダブルダウンをするために2つの条件を満たさなければならない。A、勝つ見込みが高い。B、あと1枚のカードだけで足りると思われる。ほとんどのダブルダウンは弱いアップカードに対して行われる。従って豊富なハイカードによって2つの効果がもたらされる。プレイヤーのハンドが飛躍的に向上する可能性が高まる。そしてアップカードを弱い場合は特にディーラーよりバーストしやすくなるのだ。4. 残りデッキにハイカードが豊富に残っている場合、スプリットハンドの多くは有利になる。ハイカードが多数である状況は、一般的にスプリットに有利に働く。特に7、8、9、エースのペアのスプリットについてはこれは顕著だと言える。5. インシュランスが有益なベッドになる。これは無視してはいけない。カードカウンティングをしている場合、正しいインシュランスの活用にはおよそ 0.15% 以上の価値があるからだ。10のカードが普段の状態でだいぶ多いことが分かれば、プレイヤーはインシュランスを取るべきである。インシュランスのいいところは、プレイヤーがかけたい時にだけかけられるところだ。カウント値の割り当て。カードカウンティングシステムをより有効にするためには、それぞれのカードの正確な価値を知る必要がある。これを決定するために、基本戦略を使ってベンチマークを前提としたシングルデッキのシミュレーションを行う。最初の期待値はマイナス 0.02% である。次にシングルデッキから2のカードを1枚だけ抜き、それ以外は同じ条件で再びシミュレーションしてみる。その結果、期待値がプラス 0.38% まで上がった。2のカードを取り除くことは、プレイヤーにとって 0.40% の価値があとわかる。シングルデッキからハイカードの数を減らしていくと期待値は下がっていく。アンバランス、形容システム。すべてのものはできるだけシンプルに作られるべきだ。しかしそれよりシンプルであってはいけない。カウンティングシステムは一般的にレベル、タイプ、サイドカウントの3つの要素によって分類される。分類、レベルとはそれぞれのカードに割り当てられた整数のカウント値のことを指す。マイナス1、0、プラス1の整数値のどれかが割り当てられていたら、それはレベル1カウントということになる。マイナス2からプラス2までのカウント値を用いているシステムはレベル2カウントとされる。一般的に大きいレベルのシステムよりも、レベル1システムを利用する方が良いである。1を加減する方が、2を加算したり、3を減算したりするよりも、ずっと簡単だからだ。タイプとはそのシステムはバランスかアンバランスかを示す。両者ともにランニングカウントを使用する。ランニングカードとは既に使用された全てのカードの累計カウント値が常に反映され、現在のカウント値を示すものである。バランスカウントの中には、その威力を高めるために、ランニングカウントの他にサイドカウントも同時に用いるものがある。これはマルチパラメータシステムと言われる。エースの特性を理由に、ランニングカウントは全く別にエースをカウントする。ランニングカウントではエースをカウント値0と設定し、エースサイドカウントという別のカウントでエースを数えていく。しかし当然のことながら、エースのカウントを別に把握していると、システム管理は非常に煩雑になる。二つの異なるカウントを頭の中で計算しなければならないのだ。ありがたいことに、形容システムを使用することによって、これらの頭痛はほぼ解消することができる。形容システムはレベル1かつシングルパラメータカウントである。形容カードカウント値を学ぶ。アンバランスの形容システムでは、マイナス数よりもプラスの記号の方が多いことにすぐ気づくだろう。すべてのカウント値の合計がプラスマイナス数にならないからだ。カウント値はプラス1、0、マイナス1に限定され、それぞれのカードには一つのカウント値のみが割り当てられるので、形容システムは純粋なレベル1システムとなる。そしてレベル1システムは、多くのカードをそれらカウントすることを可能にする。形容、ランニングカウントの初期設定、IRC。RC とも呼ばれるランニングカウントを把握し続けるには、プレイされたカードに基づいて継続的にカウントを更新していく。形容システムに従えば、ローカードが1枚見えたら1を加算し、ハイカードが1枚見えたら1を減算する。RC はラウンドの途中でも、ラウンドの合間でも常に記憶していなければならない重要なカウントであり、次のシャッフルが来るまで更新し続けなければいけない。ゲーム開始時には、ランニングカウントは IRC の値に設定されている。シャッフル後、次の方程式を求められる標準 IRC からカウントを始める。4マイナス、括弧 4× デッキの数。シングルデッキの場合、0の標準 IRC が開始することになる。IRC イコール、4マイナス、括弧 4×1 デッキである。2デッキの場合は、4マイナス、括弧 4×2 デッキとなり、4の IRC はマイナス2となる。さらに6デッキでは、4マイナス、括弧 4×6 デッキ。標準 IRC はマイナス20である。最も小さい標準 IRC は8デッキのゲームの場合で、マイナス28となる。4マイナス括弧 4× デッキの方程式を導いた IRC が開始すると、すべてのカードをカウントした結果はどんな場合も必ずプラス4となる。カードのカウント値がアンバランスであるために、1デッキあたりのカウント値の合計はプラス4となる。全カードの合計値は、方程式中のマイナス括弧 4× デッキの数を完全に相殺して、その結果、プラス4が最終合計値として算出されるのだ。KO ランニングカウントを維持するための4ステップ。1、それぞれのカードの KO カウント値を暗記する。
カードに与えられたカウント値を識別する作業は、時計の針を読むと同じぐらい自然にできなければならない。カードを見て、そのカウント値はプラス1か0またはマイナス1のどれなのかを即座に躊躇なく思い出せることが不可欠なのだ。シャッフルして自責機で練習してみよう。カードを1枚ずつめくりながら、その形容カウント値を思い出してみる。例えば、3、5、キング、2、8、クイーンとカードが続いたら、プラス1、プラス1、マイナス1、プラス1、0、マイナス1といった具合に、心の中で静かにカウント値を思い浮かべるんだ。この作業をしっかり植え付け、反射的に対応できるようにしよう。2、1デッキ全体1枚ずつカウントし、ランニングカウントを維持する。シングルデッキの場合、そのランニングカウントは0から始める。カードが配られるたびに、そのカウント値を思い出してランニングカードに加減しなければいけない。3、2枚ずつのカードで練習する。カウントを維持することに慣れてきたら、今度はカードを2枚ずつ同時にめくって、その2枚の合計カウント値を判定する練習を行ってみよう。例えば、ジャックとエースのハンドは、そのカウント値の合計が、マイナス1プラスマイナス1イコールマイナス2となる。10が2枚の場合も、その合計カウント値はマイナス2である。クイーンと6の2枚からなる16のスティックハンドは、カウント値の合計が、マイナス1プラスプラス1イコール0となる。2枚組カードのカウント値を体が覚えて、一つ一つ加減の計算を意識しなくても答えが出せるようになるまで練習をしよう。そしてゼロに操作するカードの組み合わせをすぐに認識できるようにする。4、ランニングカウントを維持しながら、1デッキ全体を2枚組ごとにカウントしていく。2枚のカードを同時にめくったら、その合計カウント値をパッと思い出し、ランニングカウントに加減する。3の例を前提にすれば、次のやり方でカウントしていくことになる。では、どれほどのスピードが必要なのか。目安として、どんなカウンティングシステムを使用していても、1デッキのカードすべてを25から30秒でカウントできるスピードが必要だと言える。2枚のカードのカウント値を瞬時に合計する手法を習得してしまえば、デッキを駆け抜けるようにカウントすることが可能になるのだ。KO、ルーキーシステム。エウレカ、わかったぞ。ブラックジャックで勝利するためには、他のどの要素よりも、ベッド金額上げ下げが鍵になる。有利な状況で大きくベッドし、不利な場合には小さくベッドするという方法だ。ベッド金額を上げるための本当に正しいタイミングは、プレイヤーが有利な時だけであり、これはカードカウンティングによってのみ見分けられるのである。キーカウントの適用。プレイヤーはプレイしながら、ランニングカウントを維持し続け、RC がキーカウントを下回っている時は小さくベッドし、キーカウント以上である時は大きくベッドするのだ。至極簡単である。大きいか小さいか、この二つだけがベッドの選択肢であり、その境目がキーカウントなのだ。次に示す表は非常に重要な2種類の数字を挙げている。IRC とキーカウントである。例えば最低ベッドは5ドルのテーブルでは、小さいベッドを5ドルに設定するのもいいだろう。大きいベッドは5ドルの倍数で考える。もし大きいベッドが25ドル、括弧 5×5 ドルだとすれば、このベッド戦略はスプレッド1から5というベッド金額の上昇幅を採用したことになる。パーツが揃ったシステム。プレイ戦略に関しては第2章で紹介した基本戦略を使用する。ベッド戦略に関しては、KO カウンティング法を使用し、2つの選択肢から1つを選ぶことになる。その他のプレイ方法は今まで全て同じである。これはカウントをもとにベッド金額を変化させるという考え方を最も基本的に適用したシステムであるため、KO ルーキーシステムという呼び名をつけた。十分にベッド金額を増加させれば、ブラックジャックゲームを打ち負かすのに十分な威力を持つ。次の表は1ユニットから X ユニットのスベッドに対する理論上の成果を表している。X は2、5または10に設定してある。例えばベンチマークのルールで行われるシングルデッキゲームにおいて、スプレッドがキーカウント未満の時の1ユニットベッドからキーカウント以上の時の5ユニットベッドである場合、その期待値は平均オリジナルベッドの 0.88% である。0.88% という期待値は長い意味で考えれば、それまでかけた総額に対して 0.88% の割合で勝てることを意味する。スプレッドが大きいほどその収益も大きくなる。しかし残念ながら、大きなスプレッドを長時間にわたって実施するのは難しい。よほど芝居が得意でない限り、ベッド金額の瞬間的な増加は、ハンドヘルドゲームで1から5ユニットまで、マルチデッキゲームで1から10ユニットまでが限界だと思われる。この程度さえも、そのうちカジノに勝ち組プレイヤーと判断され、技を封印するための策を講じられる可能性がある。ブラックジャックのプレイそのものが禁止される恐れさえあるのだ。しかし、あんまり収益性が高くないスプレッドでも、KO ルーキーシステムはトントンかそれ以上の結果をもたらしてくれる。激しいアップダウン。カウンターは正しいベッドやプレイをしている限り、ゲームのアドバンテージを得ることができる。しかし、これはプレイするために勝利できるという意味ではない。プレイヤーの期待値、マイナス 1.4%。このような不利な期待値でも、時にプレイヤーは短時間で勝利することがある。プレイヤーが全く勝てないカジノになど、客は誰も遊びに行かないだろう。ただ、確信を持っているのは、将棋スパンでは、クラップスプレイヤーは必ず負ける運命にあるということだ。
ブラックジャックについて言えば、この状況を逆転する。長期スパンでの勝利を確信している一方で、短期スパンでは勝ちと負けの上下変動を経験し、連続する負けも耐えなければならない。したがって、スランプ中にバンクロールの全てを失わないために、かけすぎに注意しなければならない。多くのプレイヤーはこれぐらいだったら平気だろうと、ベッドキングは安易に決めてしまうが、これは非常に危険な行為である。幾多の最大ベッドに耐えられるだけの十分なバンクロールがない限り、無意味な巨大スプレッドを発動することによって、最終的にほぼ確実に破産することになるのだ。バンクロール全てがなくなっても買わないと、この底は思っている場合を除き、絶対に避けるべきなのである。KO スマートシステム。人々にシステムや運と呼ばれる代物を信じさせ、ギャンブルに強い弱いが存在する考えを浸透させ、精通した勇敢な男なら、レディーダックを自分の意のままに支配することができるという迷信を広める。これが儲ける基盤を作る。ここからは、より高いレベルや上級レベル、もしくはプロレベルを目指すプレイヤーのための内容となっている。最初の労力で最大の威力増加を得る。KO スマートシステムは、スリム化とグループ化の戦略マトリクスを採用している。最もリターンが高いわずか18の応用戦略プレイのみを使用する点で、スリム化されていると言える。使用されているデッキ数にかかわらず、マトリクスについて3つの構成要素だけを覚えるだけでプレイ戦略に対応できるようになっている。KO カウントにおける重要な物差しの一つがピボットポイントである。ピボットポイントは常にプラス4だから、記憶するのは難しくないはずだ。KO スマートインシュランス。インシュランスのベッドがプレイにとって有益となるのは、標準 RC がプラス3以上になった時である。RC の値が使用されているデッキ数にかかわらず一定である。例えばシングルデッキのゲームでプレイしているとしよう。今シャッフル直後の最初のラウンドである。あなたの隣のプレイヤーは6、5のハンドを持っている。あなたのハンドは2、7で、ディーラーはエースをアップカードとしている。ここであなたはインシュランスを取るべきか。このゲームの IRC は0であるが、今見えている5枚のカードから、その RC はちょうどプラス3である。したがって、この場合はインシュランスを選択するのが正解である。KO スマート相対戦略。KO スマート戦略のマトリクス。この戦略は基本戦略と非常に似ている。ソフト反応戦略は基本戦略と全く同じである。A、B 及び C を表記された17の応用戦略を含めれば、スマート戦略マトリクスは完成する。アップカード10に対してハード16を持つとき、RC は B の値以上ならスタンドし、それ未満の場合はヒットを選択する。同様に、アップカード Aceに対して10を持つ場合、RC は A の値以上ならダブルダウンを、それ意味はないヒットをする。使用されているデッキ数にかかわらず、17の応用戦略は常に同じであり、それぞれの応用戦略は全てアルファベットで表記されたわずか3つのグループに所属する。唯一の調整点は、デッキの数によって3つのグループの基準値が変化するということである。次の表は応用戦略をまとめたもので、暗記の手助けになると考える。A の値はピボットポイントであり、B の値はキーカウントである。さらに C に関しては6デッキと8デッキを除いて IRC の値となる。ノックアウトシステム、スマートベッド戦略。道をただ辿ることをするな。道がないところに道を作れ。本章ではベッド戦略を磨くことによって、カウンティングの効果を上げることに焦点を当てる。本章は多くの人にとって、最も高いハードになるかもしれない。固定比率の掛けの考察は難しくても、それを実践に適用することは決して難しくない。ベッドの仕方。あいにく、ブラックジャックテーブルで自由にプレイに参加したり、急にプレイをやめたりする行為を許してくれる感じはほとんどない。フラット座り、数回だけプレイしたとすぐにやめて、少ししたらまた参加するというようなプレイをすれば、間違いなく注目を浴びる羽目になるだろう。そこで、それほど目立たずに効果的にプレイできるのがバックカウントと呼ばれる手法だ。見物人を装って客の後ろに立ちながらカードをカウントし、優位な状況になったら大きなベッドでプレイに参加する方法である。優位な状況を待って参加し、また不利になればプレイを中止して他のテーブルを求めるだ。しかしカジノはバックカウントに対して対策を講じるようになった。多くのカジノは途中参加を許さず、ゲームに参加するにはその週の最初のハンドがプレイする必要があり、それ以外の客は次のシャッフルに待たなければならない。他にフロントカウントという手法もある。カウントが大幅にマイナスに転落してしまった場合に、プレイを中止しテーブルから離れるという手法だ。キックのところプレイヤーはマイナスカウントからプレイすることを余儀なくされている。ケリーベッティング。プレイヤーがアドバンテージを持つときは大きく、そうでないときは小さくベッドする。大きなベッドの具体的なサイズを、プレイヤーが持つアドバンテージの大きさと関連付けて決定していく。掛けごとにおいて収益を最大化しながら、破産確率を最小限に留める方法として、その時点のバンクローに対する固定比率の掛けを行うのが最適だ。その比率定数はアドバンテージの割合とほぼ同じである。次のベッドの大きさを調整するために、常にバンクロールを把握している必要がある。掛け方はバンクロールが膨張しているときには、ベッドサイズも大きくするというものである。同様に、賭博者さんをなるべく防ぐために、バンクロールが縮小しているときには、
ベッドを小さくするのである。変則比率だけ、最適なキリーベッティングはベッド金額を正確に調整する必要がある。理論上威力があっても、実践で完全なキリーベッティングを行うのは不可能に近い。この問題を解消するために、実践的な変則比率分けと呼ばれる手法を使う。まず1回のプレイセッションでどんなに大きく勝っても、または負けても、それが全体のバンクローに対して小さな金額であることを前提として、そうすれば1ベッドごとにいちいちベッド金額を調整する必要がなくなる。さらに、ベッドは青天井ではなく、最大ベッドが決められている。理想的には期待値がどんなに高くなっても、常にそのアドバンテージに比率した金額をかけたい。しかし実践では1から100ユニットのスプレッドはほぼ不可能である。実際のカジノでプレイすれば、怪しまれないようにプレイヤー自らのベッド金額に天井を作るのは当然だし、結局はテーブルのマックスベッドによって必ず天井が作られる。ここで最低ベッドから天井までの幅をベッドスプレッドと呼ぶ。理想的には無限のスプレッドにしたいところだが、実際にはそうはいかない。カウンターが目指すべき妥当なスプレッドは1や2デッキで1から5、6や8デッキでは1から10である。ベッドスプレッドに沿ってベッドを上げていくスピードにも注意すべきだ。どれくらいのスピードで最低ベッドを最高ベッドに変えていくかの問題である。有限なバンクロールである限り、その都度のアドバンテージに直結した比率でベッドの上げ下げをする必要がある。実際のカジノでは1ドル以下の金額をベッドできない。そこで完成型軽量スマートシステムカウント方法の分析にあたり、ベッドサイズを決定するために特定の幅の整数値をそれぞれのカウント値に割り当てた。KO スマートシステムの期待値。固定比率の掛けを導入した時の期待値は、KO スマートシステムの表の期待値と比べると、わずかに大きくなっていることがわかる。しかし、固定比率の掛けの最大の意義は、期待値を増加させることではなく、リスクの調整ができることにある。さらに、少しずつベッドを大きくしていくことによって、最低ベッドから最大ベッドまでのスプレッドを一気に上昇させるよりも、多少のカムフラージュになるんだ。ちなみに、この整数値のスプレッドのパフォーマンスは、理論上最適とされる完全分数ベッティングのパフォーマンスに引けを取らない。収益を最大限に、上昇と反映を。ほぼ全てのカジノゲームは、ハウスの期待値はプラスである。長いスパンでは、プレイヤーがかけたお金のうち、十分な金額がハウスのもとなり、期待値で示される価値分に限りなく近い金額がカジノプラスになる。多くのカジノがゲーム以外の部門を赤字生産で稼働し、客寄せに尽力するほど、経営者はギャンブラーの集計を重く見ている。カジノからすれば、ゲームの売り上げ命である。ハウスからすれば、カウンティングが天敵であり、あらゆる手段で処置しようとする。より少ないデッキ数。なるべく少ないデッキ数でプレイすることは、すぐに結果の向上につながる方法だと言える。デッキ数が少なければ少ないほど、基本戦略の期待値は上がる。基本戦略だけではまだ不利であるが、乗り越える壁はそれだけ低くなっているということを意味する。カードカウンティング原理は、優位な状況を判別し、それを生かすことにある。優位な状況とは、平均に比べてハイカードが異常に偏った状態を言う。この現象はデッキ数が少ないゲームにおいてより起こりやすいのである。悪いカウントを回避するための撤退作戦。KO カウントに撤退作戦を導入する。ここで用いる撤退条件は、撤退カウントと撤退ポイントという2つの数値からなる。撤退ポイントの瞬間に RC が撤退カウント以下になっていれば、直ちにテーブルから撤退する。この上級テクニックは主にマルチデッキゲームで有効である。KO 標準撤退作戦。撤退を実行するためには、使用されたデッキの数を大まかに推測する必要がある。ただ、それほど正確でなくても、プラスマイナス 20% 以内の誤差なら問題ない。KO55 の6デッキのカスタムカウントに撤退作戦を導入させてみよう。まず、IRC がプラス17ずれていくことを思い出そう。このことから、撤退カウントも同じプラス17調整する必要がある。そうすると、6デッキゲームの条件は次のようになる。1デッキが出た時点で、RC マイナス5以下なら撤退する。2デッキが出た時点で、RC0 以下なら撤退する。3デッキが出た時点で、RC プラス5以下なら撤退する。FAB5 のテーマにふさわしく、ここでも数字はすべて5の倍数になっている。しっかり撤退条件に従って撤退していると、1ハンドあたりの収益がほぼ倍にできる。チャンネル登録者が、1人、増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。